Ciao, sono Latina. Uffa! Lui si chiama Uffa. Comunque, oggi parliamo delle cose giapponesi che non ci piace, oppure ci piace. Pomodoro. Ok, pomodoro. じゃあ今日は一旦日本のね、好きなところと嫌いなところを言ってもらいたいんだけど、まあ、好きなところって何よね、はい、海外に行ってから日本が良かったなと思うのは、時間がね、はい、ちゃんとしてる、はいはいはい、電車とかバスとかの時間が必ず時間通りに、そういうことか。オーストラリアはしっかりしてる方だと思うんだけど、うん、ちょっと時間よりも早く出てたりとか、なるほどね、時間通りに行った来たバス停に行ったと思ったら、あー、バスは来なかった。日本って 100% ないよねそれ。 100% むしろなんか遅れたら謝ってくるよね。2分ぐらい遅れただけで謝るみたいな。めっちゃ謝ってくれる。すごいよね、そこきちっとしてるから。なんか日本に住むのはすごいいいかもしれないね。住みやすいんですね。住みやすいよね、なんかね、うん、交通機関は便利だね。交通機関は全部便利だね。すごく便利。まあ、大体何使うか。電車使うじゃん、まず。電車使う、電車。東京に住んでたら大体電車。電車。俺とか静岡にいるときは、まあ、たまにバスとか使ってたけど、まあ、大体電車だよね、やっぱね。東京なら電車で、しかもかつ遅れることがほぼないから。遅れない、絶対。そう、地下鉄だったらほぼ遅れないもんね、大体。見出しにとってはやばかったでしょ。見出しにやばい。やばいよね。しっかりしてる。しっかりしてるからね。そこはじゃあまずね、一番いいところだね。うんうんうん、じゃあ他にでもない、なんか。どこでもトイレが使える。どこでもトイレが使えるな、めちゃめちゃいいね。しかも無料で使えるってことかね。オーストラリアとかどう？無料。使えないところがある。やっぱあるよね。コイン入れて、トイレ入んなきゃいけないみたいな。しかも、コイン入れて入ったとしても、ちょっと汚いみたいな。うんうん。あるよね、たまに。本当に。なるほどね。そこはね、すごくね、感動した。戻ってきたから。なるほどね。我慢しなくていいことに感動した。はいはい。我慢しなくていいのね。でかい、でかい、でかい、それは。なんか適当にコンビニでもいいし、なんかショッピングモールでも入っとけば、絶対あるもんね。絶対。しかも割と綺麗じゃない、なんか。綺麗、綺麗。これ張り紙してある。綺麗に使ってくれてありがとうございます、みたいな。もう一歩前とかね。そう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 。そう思うと日本の人ってそういうとこすごいよね。すごい。別にさ、ね、別に他人気にせず使っちゃえばいいのに、適当に。そこしっかり綺麗にしていくみたいな。その次の人、使う人を思ってね。そうそうそう。意識されてる、ね。他の人のことを考えてるみたいな。ね、な、安心感あるよね、その、なんか街自体に。うん、日本っていう場所自体に安心感があるよね。トイレに行けるっていうね。どこでもね。まあでも、そのせいで、なんか、あれよね、飛行機とか、なんか日本人が多い飛行機乗ると大体トイレ詰まってない、なんか。いや、俺の経験だけど。日本から、アブダビとか、までは、めちゃめちゃ、軽水じゃない、うん。で、アブダビからアイランド行くんだけど、日本からアブダビだと、トイレ全然行けないの。日本の人トイレ好きすぎってのあるかもしれない。だトイレを、なんか、生活の一部みたいな。確かに。自分の部屋の一部みたいな感じで捉えてるとこあるかもしれない。個室安心するね。個室安心する。そうそう。個室大好き。トイレの個室で本読んでる人もいるじゃん。いやいやいや、携帯ずっとやってる人とか電話ずっとしてる。めっちゃ汚いけどめっちゃやっちゃうよね。はい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 、はい。でもなんか安心感っていいよね。なんかそういう意味で。トイレの安心感。日本のいいところはトイレの安心感。トイレの安心感。いや、それでかいですね。でかい。まあまあまあ、まあ、確かに。で、あとじゃあもう一個ぐらいあげるとしたら、なんかあるいいところ。日本のいいところ。いいところ、いいところ、いいところ。コンビニ。あ、そうだ、コンビ、コンビニ忘れた。ドラッグストアのね。ドラッグストア24時まで開いてる。あれ24時まで開いてる、ドラッグストア。ドラッグストアってめちゃめちゃ安いもんね。めちゃくちゃ安い。で、コンビニよりもむしろドラッグストア行った方がいいかもしれない、ね、うん。むしろ、なんか、日本で旅行するんだったら。あ、そう。これ誰も知らないと思う、多分。コンビニよりもドラッグストアの方が飲み物が20円とか、うん。そう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 。全然安いよね。全然安い。お菓子とかもなんかね、安いよね。安いね。ね、安いものはね。じゃがりこ110円とかね。あ、そうそうそう。確かそういうとこあった気がするわ。確か100円切るもんね。切るよね、お菓子ね、うん。それいいね、アルフォートとかだって80円ぐらい売ってるんだよね。アルフォートだっけ、チョコレート。そう、あるあるある。そうだよね。コンビニってやっぱ24時間空いてる安心感っていうね。24時間空いてる。なんかちょっと夜ね、夜更かしして友達となんか、うん、その友達の家行って、お前もあったかもしれないけど。で、夜更かしして3時ぐらいにちょっと小腹空いたみたいな時に、ね、行くといいよね、うん。それが一つの楽しみでもあるかもね。オーストラリアってどんな感じだったっけあれ。オーストラリアと、あの、買いに行くときとか。買いに行くとき、お店の前にシャッターが閉まってる。そこで、店員さんに欲しいものを伝える。欲しいものを伝えて持ってきてくれる。コーラとポテチをくれって言ったら持ってきてくれる。なるほどね。入り口でシャッター越しにお金を払う。はいはいはい、やっぱそれ、日本だとね、余裕で自分で行けるからね。うん、それそれには治安がいいからできることなのかもしれない、日本でね。強盗とかはないから。なるほどね。それがでかいね。治安がいいからこそ、24時間のコンビニ成り立つっていうのは。夜も安心してね。そう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 。あるかもしれないね。治安いいっていうのはでかいね。治安いい、トイレある。時間通りだ。あ、時間通り。この3つは結構いい。日本に来て、まあ、いいなと思う。そうだね。日本の、そう、他の国と比べていいところだね。
じゃあいいところはね、言ったんで悪いところ行くか、日本のね。悪いところ。まあ日本の人だから感じることよね、うん。やっぱこれって日本以外の国に住んでるとやっぱ分かんないことじゃん、やっぱりね。日本の文化に入ってみないと分かんないことだから、ちょっとこれいい機会なんじゃないかなって思うんで、まあ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 、ちょっと気になる点を挙げてってもらいたいんだけど、仕事してんだよ、まず。仕事してるね。仕事をしてるときに、ちょっとこれやばいな、みたいな感じたことある、日本でやっぱり。これ日本。スーツ着て、はい、きっちり時間通りに。きっちり時間通りに来なきゃダメみたいなね。動かなきゃダメ。はいはい。で、スーツは絶対、スーツ絶対ピシッと着なきゃいけないみたいなね。で終わる時間がね、終わる時間はきちっとしてない。そうそう、それだよね。始まる時間はめちゃめちゃきちっとしてるのに、終わる時間は、きちっとしたら怒られる。約束を守らないみたいな、ね。そっちは守らないみたいな。それ変だよね、やっぱ。それはすごく嫌だね。ねえ。昔の古っぽい会社にいるから、まあまあ、そういう線もあるけど、ね。なるほどね。やっぱ日本の人ってあれだね。おまんか。責任感が強い人が多いもんね、やっぱね。この仕事終わるまでは帰らせないぞとか、うんうん、この仕事終わるまでは、うわ、帰られないわ、つって帰らない人も多いかもしれないね、なんかね。明日でもできることなのにね。明日でもできることなのにね。確かに確かに。帰らせてくれない、ね、帰らせてくれないね。いや、お前今日やってから帰れよ、みたいな。で上司からの圧力もあるから、やっぱ。そういう上下関係みたいな部分も。それは大丈夫、ね、どうなの？僕はね、大丈夫だけどね。うん、あ、まあ、大丈夫なんだ。友達とかはね、はいはいはい、友達の会社とかは結構。たまに聞くよね、やっぱ。聞く聞く聞く。めちゃめちゃうざい上司がいるみたいなね。先輩後輩っていうのはね、いつも動画でも言ってるんだけど。言ってるんだ。結構、そう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 。結構先輩は当たりと外れ多いよね。外れが多い。いい人とめちゃくちゃ良くない、先輩って。俺先輩だからっていう人はマジ外れだと思う。そうダメだね、俺先輩だからって言ってね。先輩だからお前やってこいみたいなね。嫌いだね。なるほどね。なんか、それが良くない連鎖で、なんか、自分が他の先輩になんか嫌なことされたから、うんうん、じゃあ後輩にもしてやろうみたいな。ああ、それ、そのクソだね。それめっちゃあるんですよ。あるね、たまに。そうそうそう。まあ、部活の時もそうかもしれないけど。なんか、中高からずっと続いてるよね、そういうの。うん、逆にまあ、いい人だと、なんか、おごってくれたりするよね、なんか、ね。そうね、あとはね、いろいろ助けてくれる。助けてくれるね、はい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 。でも自分の会社はね、今の会社結構ね、先輩助けてくれてね。うん、めちゃくちゃいい人じゃないですか。先輩はいい人。なるほどね。いい人なるほどね。普通にじゃあ遊びに行ってるんですね、たまに。遊びに行くっていうか。週末遊びはね、プライベートをね、分けたいからね。休みの日に先輩って言ってたから。行きましょうみたいな。行きましょう。確かに確かに。まあでも教えてくれるっていうことと、まああといろんな自分の知らないことをまあまあ教えてくれるとかね。助けてくれる。いいよね。助けてくれるね、仕事に関してね。はいはい。あれは飲み会とか強制とかあるじゃん。人によって。それはない。自分のところ。それはね、うん。いや、正直ね、うん、コロナになっちゃったからね。あ、そっか。それがあるか。なるほどね。あ、状況的には状況的にはないんだけど、はい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 、はい、コロナになる前は割とそういう風潮があったらしい、ね、やっぱやっぱあるよね、うん、あるあるある。しかもそれで日本の悪い癖でやっぱ他の人が行ってるから、まあ自分も行かなきゃいけない、行かなきゃいけないみたいな。それちょっと良くないと思うんだけど、ついていくっていうのはついていくっていうね。逆に行かないとなんでお前こうなんで行かないみたいな。そうそうそう、それはね、次の人がいね、言われそうだよね。言われそうだよ。そう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 、ありそう。悪いな、江戸時代の5人組から続いてんね、これは。そうなんだ。まあでもなんかその集団主義っていうかね、集団社会というかね、一回外れるとなんか仲間外れされるみたいなね。ね、後ろ指立たれてる。そうそう。だから、あれはね、自分の言いたいことを言えないとかに繋がるのかもしれない、ね。確かに。そこはでかいよね、やっぱり。言わないね。そう。溜め込むよね。そうそう。どっちかっていうと溜め込む人がいいね、やっぱり。溜め込むね。自分も特にそうだけどね。はいはいはい。先輩とかに。まあそうだね、そこでもね。はいはいはい。言えないっていうのはね。確か同じ同期っていうかね、同じ年とか同じ時期に入った人とかあったらもしかしたら言えるかもしれないけど、そうそうそう、ね、ちょっとそうだよね、言いづらいね。ランクが上とか、うん、あとは年が上とかだと、うん、なんか自分の意見言うとなんか相手にね、そうね、生意気だとかね、そうそうそうっていうのがあるから言えないっていうのは、本当は若い人とさ、そのもっと働いてる人の視点がね、うん、フレッシュな視点と、なんか古くからずっとやってるからいい意味で経験を持ってる視点で話し合えば一番いいんだけど、それができないよね、やっぱできない、ね、話し合うっていうよりはむしろこれをやれみたいな。そうね、そういうね、もうこれまでの流れをこれまで通りにそうそうやってっていうのが多い、ね、そうそうっていう会社が多いんじゃないですかね。まあまあ最近はね、ベンチャーとか多いから最近の会社は多分変わってると思うからね。でもまだやっぱ多いところは多いね、やっぱね、古いところは古いね。それがちょっと会社の良くないところね、まあ、あと会社関連で言うと、まあ、通勤とかですね。あ、通勤とか楽しい。楽しくない。通勤楽しいってすごいですもんね。でもなんかたまに電車の中で本読みながらなんか、なんか漫画とか読んで楽しそうにしてる人もいるけど、まあ、でも通勤は多いですか、やっぱり。通勤はね、時間も遠いですし、人も多いですし。人も多いよね。しかも周りの人見てみるとみんな、そう、こんな場所、こんな、みたいなね。変わりでかね。そう、なんか、本当に人生生きてるのかみたいな感じでね。なんかね、時間の無駄ですね、ロボット、ね、ロボットみたいなね、感じで。そう、あ、時間の無駄っていうのはあるな、やっぱ。
確かに。さすがに23区とかあたりだとやっぱり住むのってきついじゃん、やっぱり。うん。そうなると、高いもんね、そうそう、そうなると通勤するしかないな、みたいな人がいっぱいいるね、多分。埼玉からずっと来てるみたいなね。ベッドダウンみたいなね。あるね。そう、あとは。神奈川かも。神奈川から、そうそうそう、神奈川とかね。23区とかだと。普通に8万するでしょ。半するすると。7万8万ぐらいはまあ普通にするよね。うん、港区とかもっといい区の中でもいい区だと無理だよ、絶対。うん、そこのバランスが難しいよね。通勤を取るか、高い家賃払って、うん、まあ会社の近くに住むかっていう。やっぱ会社ってやっぱり都心が多いもんね。うん、多い。ね、在宅ワークができる職場をおすすめです。在宅ワーク。在宅ワーク。まあまあ最近増えてきてるからね、在宅ワークね。それをすぐにやってくれる会社はいい会社なのかもしれない、ね、もしかしたら。うん、そう、在宅ワークをすぐに。だからすぐに変わるっていう。そうね。変わらない会社が多い、ね。多い。変えられないから。そうそうそう。やっぱ昔のね、考え方が大事なんでね。そう。日本はね、そう。そう古くをね。そう。良きと考えてるからね。このことまで、古き良き日本みたいなね。バファンクーロ、バファンクーロ、バファンクーロ。で、最後、あれ、おすすめね。日本に来たら、まあ、これした方がいいよみたいな。ここ行った方がいいとかでもいいし。なんかね、一つあれば。日本のファーストフード店。はい、ああ、そうですね。例えばどこがいいですか。すき家とか。すき家とか。弥生軒とか。弥生軒、いいっすね。日本料理が安く早く食べれます。はい、安く早く食べるってでかいですね。でかい。お寿司とかも美味しいけど、みんな行きがちだから、行きがちだから、みんながあんまり行かないような、そうだよね。ファーストフード店で、ね。日本のサラリーマンのお昼ご飯を。サラリーマンのお昼ご飯を味わうっていう。味わう。いいですね。安いしね。なるほどね。ということは、いきなりステーキ。じゃあ、いきなりステーキだから。いきなりステーキ。いきなりステーキ。結果、熱は。まあ、じゃあ、一番おすすめのファーストフード店。これも行ったらいいよっていうのを一個選んでもらって。すき家。すき家。オッケー。じゃあ、すき家行くっていうことで。空港にあるからね。うん。すき家行ってもらいましょう、みんなには。美味しいしね。安いし。牛丼やっぱ美味しいよね。牛丼美味しい。ね、すき家行ったことある人コメントね。で、コメントね。そう、行ったらコメント欲しいな。どうだった味どうだったかっていうね。やっぱ日本人の美味しさとね、イタリア人からの視点で、すき家っていうの美味しさっていうのもね、知っときたいんでね、やっぱね。オッケーオッケーオッケー。生卵のトッピングおすすめです。生卵は、オッケーオッケーオッケー。普通の牛丼に生卵。オッケーオッケーオッケー。完璧です。アブルーツォ。バイインナブルーツォ。今回、チビダモンアルトルビル。チビダブルーツォ。パマドロ。